準決勝第1試合は7球目まで終え、依然川崎がトップ。それを照らしたさらに下出が追う展開で、ゲームは終盤第8フレーム。追いつくかどうか。うわーと、しっかり投げられたんですけれどもね、うん、今のなんかはやっぱりもう少し厚めに当てたかったというところでしょうかね。そうですか。おう、さあ追う立場の下出、まず8フレは絶対に取りたい。あーと飛ばない。いや、やっぱりなかなか簡単ではないですよ。そうですね。はい、さてこれでまだ川崎がワンマーク約10ピンですね。ですね、はい、リードしています、はい。10番ピン、今下出が照らしたに対しては14ピンの差。本当にこの川崎優衣が強くなりましたね。あの、自分の形を持ってますからね。あ、持ってきました。このフレームは川崎だけがストライクを取った。また優衣に立ちました。本当に気が抜けない戦いになりましたね。そうですね、強い照らしたがこのフレームで持ってこないと苦しくなる。いやー、来ました、来ました。ほっとしたという形ですね、今ね。さあ、まだわからない。問題は照らしたね、10フレーム先ほどの10番ピンタップをどう考えてどうアジャストするか、はいはい、すごく難しいところですね。なるほど。下出はさっき、こちらのレーンでボールがちゃんと出ていかずに厚めに入りましたからね。出しに行くのか、うん、あんまり出なかったですね。あ、内側から。そうですね、ちょっと本人はこれは悔しいでしょうね。あ、投げた瞬間にあーっとね、ため息が漏れましたから、ね、さあそうなると川崎はやっぱりね、寺下にこう付け入る隙を与えたくないでしょうからね。はいはい、ここで持ってきたら相当有利になりますが、あーと残った。これは寺下にワンチャンスになりますね。与えましたね。そうですね、ただ全然まだわからないですよこれね、はいはい。下出、よいしょ、うわー、これはいけない。220台まで可能性があったんですが、ここで消えた。川崎の方もまずはしっかりスペアです。はい、これでね、はい、照らした川崎が10フレームね、3つともストライクを持ってきた時に照らした248、はい、川崎249、本当ね、まずはでも照らした、まず持ってこないとダメですからね。そうですね、そうですね。さあどうだ、取った。びっちり来ました。来ましたね、はい。この準決勝でも勝てば3ポイント、2位になれば1ポイントということです。今日の下出が思い通りに、あーっと、これもいかない。やっぱりね、うん、ちょっとこう気持ちが、ちょっと落胆の気持ちがプレーに出てしまったのかなというところですかね。なかなか厳しいですね。さあ寺下はもうね、はい、ちゃんとオールウェイして、そしてストライクを持ってきて川崎にプレッシャーを与えたい。そうですよね、248まで持っていけるかどうか。寺下いった、薄い、わあ、膨らんじゃったかなっていうところでしたかね。そうですか。うわあ、こうなると237になるわけでしょう。はい、スペア取って237です、はい。ただ、はい、川崎も例えば9本スペア9本で237です。そうなるとそうですね。8本スペアストライクでも237。わからないですよ。うわあ、その前に下出、テンフレ2投目。
これが最後の一投です。はい、さあこれで川崎町ということになりました、はい、さあ下井での最後の一投は決めたい、決めたボールを最後元に戻しましたね。そうでしたか、ね、うわ、はい、結局201ピンということで終わりました。下井で川崎が7本カウントをやったら、はい、もうその時点で寺下の勝ち上がりです、はい、8本スペアストライクでワンショットプレーオフになります。なるほど、9本スペア9本でもワンショットプレーオフになります。さあどうだ、ショーの天フレー、はい、来たー、はい、来たー、川崎唯一強い、うわ、あとはね、はい、この2投 で、そうですね、9本以上倒せば勝ちです。そうですね、はい、うわ、だからビッグ4とかね、はい、そういうのが困っちゃいますよね、はい、本人としてはね、9本スペアでも39ということになるわけです。さあ厳しい表情からいった、はい、うわ、9本も取りました。これで決勝進出が決まりましたね。はい、川崎これでもしかしたら2連勝という可能性もありますからね、はいはい、最後の一投、はい、川崎唯一準決勝見事に勝ち上がりました。寺下敗れました。いい試合でした、はい、ありがとうございました。接戦を制し川崎が2大会連続の決勝進出を果たした。この結果川崎がポイントを17に伸ばしランキングトップに。寺下は13ポイント、下井では3ポイントで最終戦に臨むこととなった。悪いのはあれです、急プレーです、やっちゃいました。今回1年ぶりに準決勝に残ったので、はい、次回はですね1回戦で終わることがないように、はい、また練習していきたいと思います。ありがとうございました。嬉しいですし、こういう試合展開